ょっと菅さんのこと誤解してたなと思って、はいはいはい、あの人総務大臣の時に、はい、俺が作ったんだってめっちゃどうやるんで、はい、ふるさと納税って使わない自治体あるじゃないですか、はいはいはい、あれなんでなんですか、筋が悪いと思ったんで、あれね、うんうん。最初はもうあんまりしてなかったんですよ。うん、でももう続いちゃうの分かったら、うん、ほっとったら赤字になりますやん。はいはいはい、なので私も急遽方針転換して、うん、もう黒字にすると言ったらもうすぐ黒字になって、今黒字です、うん。だからあれは自治体がやる気になれば黒字はできるんですけど、うん、ただまあ全体から見たら、制度としてはどうかはありますけど、赤字としてはもう黒字化しました、ね。ふるさと納税に僕最初すごい否定的だったんですよ。はいはい、何この歪な仕組みって思ったんだけど、はいはい、よくよく僕もふるさと納税今、ロケット町のふるさと納税とか、はい、かなりふるさと納税ハックしたんですよ、はい、うちの自治体やる気ないんで、待機場ってすごい積極的じゃなかったんで、はいはいはい、もうめちゃくちゃこっちからお願いお願いをやって、はいはいはい、やっとやってくれたんですよ、はい、そこでいろいろ調べた挙句、はい、これはもしかしたらこの税の徴税権の地方分権だなと思ったんですよ、はいはい、ある意味ふるさと納税って上限額ないじゃないですか、その気になったら1000億でも集められるわけじゃないですか、ね、はい、明石を応援したいってやっぱり来るんですよ。で、特に明石子供で有名やから、はいはいはい、明石の子供施策を応援したくてって書いて、うん、寄付がどんどん来てくるんですよ。うん、そういう意味では本当にある意味、自分の税金をここに使うか、誰に使うか、何に使うかって選べるから、まあ、そういう意味ではまあ一つのなんか民主主義の一つかなと思います。俺は、それは、もしかしたら、国のグランドデザインとして、道州制とかにして、地方分権を進め、各地方が競争力を持った税制とか法体系を作って、アメリカの州みたいに競争し合うっていうようなことが理想としてはあるんだけれども、政策としては実現可能性は限りなく低いじゃないですか。実は私昔、20代の頃は明石市長になって、明石国作ろうと思った時代があったよ。ああ、なるほど。だから国家として独立するぐらいのが面白いかなと思ってたんですよ。うん、まあ、なんか減税は難しいんだけど、特区とか使って、税制とか、徴税権とか、支出とかもっと独自にやれたら、もっと楽しい街作れますけどね。うん、今もガチガチに縛られてるんですよ。借金だって自由にできないんですよ、うん、市が借金しようと思ったら国や県の許可がないと借金すらできない、うん、だから本当に自由度が少ないんですよ。もし貨幣印刷できたらもうバンバン地下室で印刷しますよと捕まりそうやけど、そういうのをやれる一部の権限を実は住民税だけなんだけれども、はい、解放したのが、はい、実は僕、ふるさと納税かなと思ったんですよ。そういう面はありますね。そういう面は、よく考えると、うん、これ、意外と自由度高いなと思って。はいはいはい、だって、その気になりゃ、別に1兆円集めたっていうわけです。あ、いいんですよ、いいんですよ。でも、1兆円集めるって、うん、もう紙幣印刷してんのと一緒じゃないですか。例えば、昔市は2000億円規模の予算規模だって言ってたんで、はいはい、もしね、はい、もし1兆円集められたら、はい、ふるさと納税で毎年、はいはい、もう、それもうわわですよ。全国からお金を集めることができるっていう可能性のある制度はそう。僕はだからこう、うん、菅さんに、ちょっと菅さんのこと誤解してたなと思って、はいはいはい、あの人総務大臣の時に、はい、俺が作ったんだってめっちゃどやるんで、はい、なんでこんなどやってんだろうなと思ったんだけど、はい、よくよく考えてみるとこういうことなんだなと思って、はい、本当に一部ですけどね、はい、一部の一部ですけれども、はい、予算配分変えるだけでこんなに変わるんだなっていうのは、うん、感動しましたね、ある意味。そういう意味でのふるさと納税のプラスの面は可能性がある制度よね、うん、まあ、もちろんマイナスありますよ。返礼品目当てになる人多いから、そうそうそう、結局はその何もらえんねんというなってしまうから、うん、僕らしてるのは違うんですよ、はい、VIP なんですよ。毎年配当金とかで何十億もらう人いるじゃないですか、はいはいはい、ああいう人たちターゲットにしてます。そこ個別営業なんです。あ、なるほど。それはでも全然違いますね、はい、だからうちはもう 100% うちに入ってくるメニューはあるんです、はいはい、そういう感じ。宇宙の街を応援しますっていうと、うちの会社に 100% 入ってくるんですよ。認定子供園を10個作りますと、はい、金必要ですと、はい、一口5億どうですかって、はい、そのお金持ち の、はい、どっかの会社の創業者みたいな、大株主みたいな人で、個別にこの人は、うん、年間50億納税してんなとか、うんうん、そういうのをこう調べていって、もう、コンコンやって。個別営業かけてね。はい。あ、それは可能性ありますね。面白い。全然いいですよ。議会はそれを別に否決するね、うん、あれはないじゃないですか。うん、絶対儲かるんだから。そうそう。それさ、納税はね、入ってくるも止め、うん、誰も止めれないから。僕は、その日本の教育制、まあ日本に限らずですけど、はいはい、教育制度のバグってるところは、はい、昔はネットも SNS もなかったんで、はい、動き方をある程度こう、社会として規定するしかなかったみたいなところがあって、はい、なんですけど、今って、情報も、うん、世の中に溢れてるし、やり方とかも YouTube とかで、はいはい、何かをやりたいときに、
やり方を検索すると大体出てくるじゃないですか。はいはいはい、政治家にどうやってなるんですかみたいなこととかも、はいはい、その届け出のやり方から何から全部書いてあるから、はいはい、その通りにやれば別に誰に相談することもなく一人でできちゃう時代なんですよ。うん、昔はなんか本を読んだり、うん、人に聞いたりっていうのもたくさんやらないと自分はやりたいことできなかったんだけど、うん、今はできるんで多分行動する人の方が、はい、価値があるんですよ、はい、僕もね今日ねなんかようわからんうちの HIU っていう組織に1ヶ月だけいたやつが僕をディスってたんですけど、はいはい、中央公論っていう雑誌で、はい、そのネットの記事出ててなんかみんな行動しろ行動しろって言うけどどのこのみたいなこと書いてあって、はい、でも結局今の時代って行動するやつが得するんだから、うん、これをやる場所を作って何が悪いって話なんですけど、そうそうそう、自分たちで企画できないと全部教えなきゃいけないじゃないですか、うん、大変じゃないですかそんなの。会社やってたんで、会社やってると全部こっちの責任にさせられちゃうんですよ。パワハラっぽいこと言ったら、はい、会社だと、うん、このパワハラ上司がとか、はいはい、パワハラ社長がとか言われてるじゃないですか。周りの社長とかからも、はい、俺さ、なんでそんなめんどくせえことやってんすかとか。うん、今、明石10年連続人口増なんですよ。神戸から毎年すごい人数がどんどん明石来てるんですよ。まあ、子育て支援、ね。そうそうそう。で、神戸は今人口減が、政令市でもうワーストぐらいで、神戸はもう人口減半端ない人口減で、うちは半端ない人口増の状況。そこはかなりリアリティあって、少し前までやったら明石の門はだ東京でも行ったらどこ出身ですかって言ったら、まあ、明石でよう言わんと神戸の近くとか言ったんですよ、うん、私カチンと来たお前ちゃんと正直言えよと思って絶対俺将来市長になったら絶対明石の人間に明石言わせて神戸の人間も明石言わせたろと思って結構思って市長になったんですけど一人の人間が変える部分って大きいなと思いましたね。市長は意外とね、うん、変えられる力というか権限あるんです、うん、みんな使ってないだけで、はいはいはい、国会会員もいいですけど市長とか知事なりあって、うん、国作りあったら面白いです、まあ、とりあえずやめましょう僕も地元が福岡県の八女市ってとこなんですけどね、はい、そこの出身なんですけど、はい、最近割と有名になってるんですよ。八女茶っていう、はい、あのお茶で有名で、はい、僕が上京してきた頃は本当に知る人ぞ知る、はい、お茶好きは知ってたけど、はい、その後そのお茶の鑑定会で日本一何回か取って、はい、何年連続とか取って、はい、で世界進出とかもすごい積極的で、はい、やっぱ一人の男がそれを頑張ってやったから、はいはい、なるほど、その世界的なブランドになりつつあって、はい、まあ僕も微力ながら和牛をね、はい、海外に売ってるんで、はい、で中東の人とか和牛大好きなんですよ、はい、でも酒飲まないんで、はい、彼らに対してそのコーヒーとか、はい、そのお茶とか、はい、レストラン出さなきゃいけないんで、はい、すっごい高い1本10万円のお茶とか、はい、なるほど、作ろうとしてるんですけど、はい、あ、作ってるんですけど、はい、今ブランド化を応援しようと思ってるんですよ。ヤメンってブランド世界で広めようと思ってるんですけど、本当にブランディングってたった一人の言い出しっぺだけでもできるなぁ